タミ魅力は、愛知県知多半島のイメージキャラクターである。知多。地域若者サポートステーションの PR キャラクターとして、同ステーションを、自宅運営する、特定非営利活動法人エンドゴールの依頼により、中華子よりが作成した萌えキャラである。名前は、知多半島と、同地区の主力産業である酪農にちなんで、命名された。声優は萌えみ。ホームページ。 知らしに登場するほか、彼女が執筆を担当していると設定されているブログ、見る、ログが存在した。サブプライム問題やニート問題、不況、就職氷河期と行った雇用不安が叫ばれる中誕生した就職支援萌えキャラとして大きな話題となる。現在は北半島を PR する下娘のリーダー格として、 広報キャラクターとして様々な形で活用されている。2009年3月2日に彼女をデザインしたエコバッグが限定10枚で販売されたが初日完売400枚を追加制作するも月内に売り切れた。さらに3月25日にはニコニコ動画と YouTube で動画配信が開始された。2009年7月。 ニコニコ動画や YouTube でインターネットラジオ、チタ半島、萌え放送局の放送を開始。同月地元ケーブルテレビ局チタメディアスネットワークの情報番組、チタ丸に出演し、8月には愛知県半田市にある商業施設クラシティ半田でのライブ、チタミルク祭りを開催した。9月には森コロパークで開催されたチタ半島、コスプレブス3店でのミニライブに出演した。 また、ミニ CD アルバムや、チタミルクキューピーが制作されるなど、グッズ発売が本格化し、名古屋のゲーム会社ドラスによって携帯サイトやゲーム、履歴書も制作、販売されるようになった。キャラクターでは、エイプリルフールに、東浦館作りが登場し、その後チタ娘が登場した。非営利の二次創作を推奨している、チタ娘は、 北半島の PR を目的に誕生した。前述した北魅力に加え、北半島五四五町のキャラクターと、新たに追加された、内海沖地等を加えた、ご当地キャラクターのユニット名である。2009年8月頃に、北舞子、アグ井ホータル、南北マリナ、半田ダヨイ子の4キャラクターが設定上で登場。2010年4月に、大オ,オフア同海州 東浦未来、常名セラ、竹戸陽と姫、三浜恋と共にデザインが初披露される。2011年には、明治時代の芸者で、現在の南千多町内会出身の斉藤吉をモデルにした、宇海お吉が、新たに加わり2012年には、三浜愛と、広小路クララ、2013年には、大田川千代子と、大田メディ2016年には、大府市の PR キャラクター大府。 W10 日が誕生。17名のキャラクターユニットとなる。2011年には、北半島の観光及び特産品振興を図るため、愛知県制作による CG アニメーションデートでチタ歩きが YouTube で公開された。その後、北半島、愛知県地域等を PR する観光 PR 動画に多数登場。地域の酒造、電気メーカー、鉄道、空港、 タクシーなどとコラボした地域 PR 企画に多数登場している。2014年には初の連載作品、千タコミがウェブ連載開始。2016年には初のドラマ CD、とこなめが専門学校 HL との共同にて制作された。2017年には YouTube にて中花な小りによる4、コマ動画、千タコマの連載開始。2018年にはコミカライズ作品、 チタコミが発売された。チタミルク製、萌美道タ半島 PR キャラクター。NPO に就職した新入社員。趣味は資格取得とボランティア。チタ半島を模したサイドテールがチャームポイント。三浜連製、寺本エリカ三浜町 PR キャラクター。妹、愛と共に、町より正式に住民票が交付され、萌キャラでありながら町民及び、 観光大使となる。惚れっぽい性格で男性に果敢にアプローチするが、なぜかモテない。トコナメせラ星、小栗ひなたトコナ PR キャラクター。バイリンガルの妻女。市内の空港で働いている。中部国際空港の10周年記念大使に選ばれている。千ト舞イ生、星、小出さゆりチタ氏、PR キャラクター。大学で経営学を学ぶ。街を歩いていると、 読者モデルの依頼や芸能スカウトによく声をかけられる。そんな才女も引きこもった過去が、ハンダヨイ後ゴエアラカと判ンし、PR キャラクター。日本酒と新ー南吉の童話をこよなく愛する24歳。東浦未来星、小坂井優里江東浦町 PR キャラクター。戦国時代からタイムスリップしてきた年齢不詳の女の子。 町内の武道園でのんびり暮らしている。あぐいほたる声、田畑雄斎アグイ町、PR キャラクター。専門学校に通うメガネっ子。同人誌制作が、趣味の歴女。東海修正した前森林東海市、PR キャラクター。市内の製鉄所で働くメカ好きな溶接フェチ。南地たまりな星、角山里子南地多町、PR キャラクター。実家の温泉旅館のおかみ見習い。 ガサツで男っぽく見えるが、料理をはじめとした家庭的なことは、プロ顔負けにこなす。オオフアカネ声中村かなほ、オオフ氏、PR キャラクター。超人的な運動神経を持つ、健康有料児。文武両道のスーパーガールだが、天然な性格で、一般常識がずれたところも。竹と洋と姫声栗田桃竹と予兆、PR キャラクター。 予備校に通い大学入学を目指す、予備校生。本当は歌手になりたいが諦めがちである。鉄道が大好き。内海吉生、中村幸穂今井田希望南千田町、内海地区 PR キャラクター。幕末に実在した、当人を基地がモチーフ。温泉に入ると子供から大人に変身する。三浜愛生、小花理沙三浜町 PR キャラクター。福祉を学ぶ。 大学生。姉の恋とは双子。引っ込み事案に見えるが、しっかり者。姉のことになると、見境がつかなくなる一面も広小路。倉ク星、加藤綾やねちた半田駅前及び、下半島の食の PR キャラクター。ちた半田駅前に住んでいる女の子。とにかくよく食べる。大田川千代子星、高岸美里は大田川駅前の PR キャラクター。 スイーツのパティシエールを目指しているが、毎回とんでもないスイーツを作りトラブルを起こす。大田メディセイ、マキノケイ、リチタ半島北部三市一町の PR キャラクター。市内のケーブルテレビの地下室で極秘開発されたアンドロイド。一人で、レポートから撮影まで、TV 中継をこなせる、万能レポーターオーフ、W、東火星、佐藤紀のオーフ氏、PR キャラクター。 オ府フ氏の花ももプロジェクトを PR。未来から来たオ府フアカの孫。格闘家であり、腐敗の王者未来の知タ半島の滅亡を防ぐためにタイムスリップ。チタ娘は、知タ半島の活性化と若者のキャリア支援を目的に誕生したチタ娘のキャラクター声優によるユニットである。オーディションは、チタミルク役の萌実以外はオーディションで選ばれている。 2009年8月1日、専門学校ヒューマンアカデミー名古屋校の声優養成クラスの生徒が、チタマイコ、アグイホタル、ミナミチタマリナ、ハンダヨイコの4キャラクターに選ばれ活動が開始された。当初は、チタミルクチタ娘、という表記がされ、別個に扱われていたが、その後チタ娘、として総称される。2010年に、オ,オフーフ同会集、 東浦未来、常名セラ、竹戸陽と姫、三浜恋が登場とともに、一般募集のオーディション、下娘、声優オーディションが実施される。それまでは、基本的に声優を目指す、若者の学びの場を作るという目的で、声優志望者に門戸が開かれていたが、2011年に、宇都を基地の声優として、当時高校1年生の福山晴花が、 オーディションにて選ばれると声優を目指していなくても、北半島の PR がしたい若者にも文句が広がっていった。2011年6月8日、下魅力と、下娘の全部聞かせちゃう。が、レコチョク、トアンゴミュージックドット j p などで、着歌ダウンロード音楽配信限定でリリース。アマゾンでは、アニメゲームランキング、総合ランキングでも1位を記録した。 2012年には、初代ハンダ子役の山崎リ沙が、声優事務所に所属することとなり、2012年3月25日に行われたイベントを最後に、下娘を卒業した。4月には、初代東浦未来役の殿山井が卒業。空席となった2キャラクターに加え、三浜愛、広小路、クララを含めた4人の声優もオーディションで決定された。同時に、 研究生にあたる下娘、牧場乙女塾の一号生もオーディションで選ばれた。2013年には2012年のオーディション後に空席となった3人に代わる2代目と新たに追加された大田川千代子と大田メディの声優を決めるオーディションが行われた。同時に下娘、牧場乙女塾の一号生が新たに追加された。その後半田良い子役の福山晴原が、 リーダーに就任。2014年には二代目竹と洋と姫役のオーディションが再度行われ、牛田ゆかが選ばれた。同時に、下娘、牧場乙女塾の新一号生も追加された。2016年には、同年に卒業した正規メンバー8人に代わる、新メンバーを決めるオーディションが行われた。またこの時、ゆる、キャラフランソワーズビワと、可愛すぎる。 NPO スタッフとあだ名されている新井美咲が下娘特別会員に選ばれている2017年にはリーダーの福山晴花が卒業永久名誉下娘に選ばれるその後行われたオーディションではハンダヨイこと内海お吉と常名メセラが選ばれた2018年3月18日には大田メディアグイホタルが選出 太田メディ役の牧野経理は初の中学生ちった娘。8月には佐藤綾乃が二代目リーダーに就任した。2021年6月27日には竹戸洋と姫役、牛田ゆか、内海お吉役、樋口春名の卒業によりオーディションが行われる。今回より内海お吉が大人バージョン、子供バージョンと二つに分かれる。主な活動としては、 ご当地アイドル声優として、北半島の PR イベントなどで、ライブ活動を行うほか、インターネットラジオや、コミュニティ FM にも出演。1日警察署長やいじめ撲滅、認知症サポーター要請など観光 PR 以外にも、地域の啓発活動などに幅広く活用されている。また、台湾やフィンランドなど海外にも進出している。特に台湾では、 台北国際旅展にて最優秀パフォーマンス大賞を受賞するなど、活躍の場を大きく広げている。三浜恋、三浜愛、千田舞子、竹戸陽と姫は、それぞれの市長の観光大使にも選ばれており、東浦未来役の小坂井優里恵は、初の東浦長観光大使に就任。その他、愛知の離島 PR 大使などにも選ばれている。運営は、エンドゴールから、 一般社団法人チタ娘地域活性プロジェクトに移行。メンバー一覧チタ娘。牧場乙女塾チタ娘。のサポート研修生ユニット。主に、チタ娘。オーディション受験生から選ばれる。成長が評価されチタ娘。に移籍することもある。特別メンバーた永久名誉チタ娘。福山バレハナ永久名誉チタ娘。牛田ゆかチタ娘。 特別会員、フランソワー,ーズビはチタ娘。特別会員、ニーミサキタイペイ娘。は2014年に日体友好を目的とし、両国の若者で共同開発されたタイペイ都県。その担当の収穫機、サポートメンバーのユキリー、一万以外の三人によるユニット。2015年のタイペイ国際旅展のオーディションにて選ばれる。主に、チタ娘。 の台湾での活動をサポートする。2016年台北漫画博覧会にて、松山に自花、新儀有沙、中世新生、北投げ文岐のラフアンが誕生し、2018年夏に正式採用された。また、収穫期が卒業し、ユキリーが松山に自花役、一万湯ヶ谷が北投げ文岐役に任命された。2020年10月30日、 新型コロナのため長期の活動ができないことから、状況が落ち着くまで、活動休止、同時に4人のメンバー、ゆきりー、いちまんじゃん、いんのぎ、ほうけいいたるの卒業を発表。ありがとうございます。